お疲れ様スラットです。今日はこちら迫撃リガデッキやっていきます。さあこちらなんですけど、まあ、先日ねクラロワリーグという、まあ世界大会の出場を決める世界大会のようなものが、はい、ありまして、まあ、そこで圧倒的な、使用率だったデッキですね。はい、こちら迫撃デッキ、まあなんかムートなんですけど、なんかムートがプリンス型もあったり、まあ、スケドラがフェニックス型だったり、なんか結構ねいろんなパターンもあったんですが、はい、まあ、主にはこの形がね使われてたかなと思います。まあプリンスとムートは本当一緒ぐらいいましたから、まあでも本当に全選手が使用してましたね。こちら迫撃ディガーです。まあ迫撃で攻めることもできるし、まあ守ることもできるんで、まあ、無理せずね、最終はディガープラスの穴埋めでちまちま削る、進化ボンバーでちまちま削るっていうデッキですね。はい、相手これクロスっぽいね。ムートちょっと刺さるんですね。一応ムートも少し前のバランス調整でなんか強化はされたんでね。よいしょ、おい強そう。待って俺のムートが、待って俺のムートが、褒めたらそれかいっつって、でも待って左側奥そう、ちょっと事故らん。さあソウルコールにウッドを使わせたことによって、さあギャングでね耐えれましたよと。ムートがいいんですよね。はい、あの強化されたのは攻撃速度かな。はい、大砲になる前、壊れて大砲になる前の通常の状態のムートの攻撃速度が、まあ、壊れた後の大砲と同じになりますよっていうところですね。でこれ対クロスは防衛迫撃置いといたら強いです、先にね。でまあちまちまディガーでも削れるんで、まあ、無理して攻めの迫撃置かなくてもいいかなっていう。なんかめんどくさいなそれ、嫌ですね。まあまあムートあるんでね、焦る必要はないですよと。シンカーチャーもあるね。やばい、これヤナメのエムアーチャーに当たんないことあんだ。まあこういう時はね攻めてもいいかもね。ソウルコールもある。いやーちょっとこうムートがだるそう相手。まあディガーでスケドラ、このダメージも大きかったりします。さすがにこれはいくか。で進化ボンバーもねちょっといいよ。えロケや。さあこれ、まあ、スケキンはいらんかもだけど、いや惜しいな。まあ無理せずね、まあ、こんな感じでその迫撃砲が通んなくても結構ね周りの進化ボンバーや、まあ、あとディガーとかでちまちま削れるんで、それがこのデッキのいいところですね。はい、なんでイモっちゃいます。攻めないプランで迫撃砲延命した方がいいね。この辺に出しときゃなんか貫通しそうだな。違うやつ来たわ。思ってたのと違うのが来たが、いやームート強いね。さあ後ろからねもうボンバーとか出してね、これあれか迫撃読みか、まあ、迫撃の読みがやっぱ失敗したらねそれは芝なんですわと。打線いくか、まあ、余裕があったら攻めてね。あーそれは強いな。あれも言っちゃってもいいかな、まあ、逆サイ怖いねこれ。でもここでね、まあロケだったからこれスケドラゲーでもあるんだ、かわいそうだろ。いや最強すぎるムートがこれで、まあディガーとか行っちゃってね、あ防白置いてスケドラがなんかもう処理できないもんね。
ファイブだったらまあまた変わってそうだけど、こう届いたりすんのかな。届いたらだいぶインチキだけど。ああ、さすがに。さあ、みたいな感じで、まあ、迫撃砲で、まあ、攻めてもいいしね。ちょっと怖がったら守ってもいいし、みたいな。強っ。まあ、進化ボンバー、あとはリガーで削れるからこその、イモリ迫撃も強いですよ。まあ、ブラスターも結構強いんですよね。そう、弱点がね、本当に、まあ、少ない。ファイボロイとか、まあ、あとなんだ、エリゴレとかもね、まあ、厄介っちゃ厄介なんですけど、意外と幅広くね、戦えるデッキかなと思います。さあ、鈴鹿もねさんは、ロイホグかな？うん。これ入んのかな？わかんねえな。圧着色ロイホグですね。え？ロキホなんやけど。まさかのね、まさかのロキ砲型か。はみ出ねえかな。全然ロキ砲か。キング起動できたらでかいけどな。できなそう。1枚耐えたいな。ちょっと痛いっすね、この1000ダメぐらいは。まあロイホグケアしたい。え、さあまさかのポイズンっすね。あー、ちょっとやだな、ポイズン。まあ、ちょっとだけ。いや、俺のボンが金起動されるのもちょっと嫌なんだよな。デリバリーもあるの。ああ、これまず良くないね。だいぶ。ポイズンなんだな。クエイクだったらね、後ろムートもスケドラも強いんですけどね。まだまあ、ロイホグ自体は入らない。他がなんかやったんかい。周りが。まあ、後ろスケキンからかな。でかいこれ、全部入る。アイスティ強っ。やばい、よくない。結局が大砲で止まっちゃうんでね、攻めのことなんか考えなくてよかった。ちょっとありそうな。ムーとか事故ってるわ。熱くね。いや、ボンバーも流れが良すぎるさあ、なんか
これがデッキパーというものなのでしょうか、わかんないですが勝てそう。ルート強制してまあポイズンだと追いつかれない、それも入らない。いやーナイス、ルートがなんか端前で残ってると厄介っすよね、対応すんの。マジムートが大活躍すぎたんだけど、まあ、あと一つ使う場面はまあそんな多くはないかもしれないんですけど、ワンチャンをつかむね、ムートギャングっていうなんかちょっとずるい技もありましてムートをねギャングで押せるんですよ。ムートの速度遅いんですけどギャングの移動速度速いんで、なんか無理やり押してなんか無理やりムートのダメージを稼ぐみたいなのもあるんで、そのちょっとねできそうだったらやっていきたいな。まあ、今回のやつ親衛隊っすね、まあ、ゆっくりいきますか。で相手はダガーガールなんですよね。ギャングとかさ出てこねえか、出てこねえ。いやーこれダガーだからこそのね、この1枚の全ぶっぱ攻めがだるすぎる最近なんかいつも動画で言ってるかもな、もう最近これしかいないんですよ。はい、時代がね、攻め特化時代。まあでも相手の呪文は柳雨ボイドかな、ボイドあった、柳雨は見てないが、見たっけ、多分柳雨モイドだと思うので耐えれます。ああなぞすぎる、やばすぎる本当にやめてほしい。いやー柳雨使ったらロケホインのだるいな。許容できるわ。マジあるんじゃないこれ。ナイスすぎるそれ。わあそれ強い、やばい、いやマジある、あれがない、ダガーが来てる、一緒に下がれお前、つけたろ、わあいいやなめ、いやいいねマジある。顔面こんにちは。マジであるね。いや、あえて冷静だな。やばい、やなめ、うわー惜しいマジで冷静になれたか。トレンドのもじゃもじゃっすね多すぎるもじゃもじゃ、一杯たちはおー、まあ、ロイっぽいっすね。
まあスケがいなかったらペッカもあったが、さすがにロイか。やばいこれ、やばい、うん、やばすぎる。ボイド下方されたっすけど、ほんとなんかわかんないぐらい多いっすね。性能として優秀すぎるか。さあロイジャイね。ロイジャイはまあロイ自体はそんな怖くないんですけど、そのロイジェイの周りのね、え？エリゴレやねんか。あんたエリゴレじゃないですか。まあエリゴレ、ダクネがだりね。ダクネウィザードがちょっとめんどくさいっていうね。まあまあ。マジで意味わかんなすぎる。これで俺こんだけダメージ受けんのマジ やばいよな。暇すぎディガーとかやっちゃったわ。良かったりしてんなそれが。結構良かったりしてんな。ボイド打ってくれたらまあ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 、もう一発いかねえのか。エリゴレかこのデッキで。弱点ファイブロイとエリゴレっす。エリゴレいんのかよ。ちょマジで耐えたい。耐えれるかな。耐えるしか勝てないかな。まあ呪文ぶっぱすぎるんだよな相手のデッキ。いや謎の端前スケキに行っちゃった。え、ムートが止まんなさそう。おっつー、これムート押すやつでかい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 。いやボンバーの方が正解だったけど、いいやろ。ナーイス、さあよく耐えた。怖すぎたな。エリゴリ恐怖でしかないかんな。もしかしたらムートめちゃめちゃいいかもな。あーこれもじゃもじゃっす。端前プリンを警戒しちゃいます。枯渇です。もじゃもじゃ枯渇です。超高回転攻め特化ですね。はい、でムートでも帰ってきてくれたら俺の好きな小屋小屋とかにもちょっとムート合うんでありがたいんだよな。いやマジで熱い。熱すぎるが正解か。いやバルキリ強すぎん。ちょっと待ってよ、エネルギーないやん。ずっと俺もない。それやば。ふふふ、殴り合いすぎる。いや熱い熱い。それ相手ちょっとだけ焦った。それ一本。ダガーガールが寝てんでね、行くしかないよねと。いやー戦略学習これ耐えれんのかな。いやーまあまあ、次進化バルキリーってことねこれ。
いや、でかいそれ、竹。え、良すぎる、すべてが。いや、いいよ。いや、正直520にはね、守れない。守れそう。あるね。右も左も。まあ、守ってもいいんだよな、正直。攻めたっていい。待って、やばい、なんこれ、嘘、マジでやばい。ボンバ入んのもやばい。この波形キモいか。いや、諦めたくせえな、これ。飛んでえっつってダメージ。お供え物がありますわ。で、一気に攻めた瞬間の中に来ない。うわー、ナイス。いやー、マジ迫撃。一枚タイム鬼攻められるのきつかったんで、初手防衛迫撃も熱かったな。え、38、美味しすぎん ?30。 さあ、ウォーターアップは新鋭隊、新鋭隊をすごい使うプレイヤーではあるんですけど、ブラスターなんだよな。いや、新鋭隊臭いな。進化ゴブリンの檻。ロイホグか。まあまあ、ロイホグかな。終わった。耐えた、耐えた方だ。ミリ残るディガーちょっとでかいんだよな。いや、マジ耐えた方だな、今の。迫撃攻めんの悩んだけどな、ちょっと攻めちゃおうかな。いや、ボンバー優秀すぎん。やだめもあんのかな。ああ、さあ、次進化、アーチャー進化、新兵隊揃っちまったわ。いや、でも後ろからのムートも絶対強いんですよ。スケキンも強いぞ。いやー、悩ましい。檻のサイクル、いや、まあ全然いい。守りゃいいんでね。進化アーチャーだるすぎる。高めに来ねえかな。ほば。いやー、ね、ゆっくり来る感じね。いや、これムートがさ、残んのマジで相手視点だるいんだろうな。で、ユニットが残ったら攻め吐く。いや、これだけで強い。一応ソウルコールする。え、なんか相手ミスってね、それ。ゴブリンが、え、熱い。え、次よ。意味わからんでしょ、これ。え、まあ、ちょっと新鋭台に強いか。もしかしたらね。スケドラ、スケキン、ボンバー、ムート。このデッキ、グロいな。22。え、しかも相手トロ高い。さあ、何のデッキだろう。ペッカ来たら嬉しいんだよな、正直。いやー、ラバっぽいな。ラバっぽいな。ラバっぽいな。え、
なんだこれ。え、ペッカじゃね。ペッカラムだ。ちょっとないのがやばいぞ。ペッカラムのタルババザップ進化カード、山辺まであるかもねこれ。進化カードがまあ多分ザップかなと思うんですけど、もう一個は進化ないとか進化ボンかみたいな。怖いな、ボンバいたよな。いやーこれ残したい。うわ、何も残んねえ。うわやばやばすぎる。進化のサイクル早すぎんだけど。もうまだこれから進化なのに何回進化出すの。いやめんどい、まあ、一旦耐えるか。いや男は耐え。進化ないとタルババザップちょっと強いんだな。ダブルムートちょっと強くない。え、ムート入ってる。え、これ勝つ勝ったん俺。そなんかすごいね、なんか最後の最後めっちゃ強ないこのデッキ。ムートとかが残るからかな。まさかのびっくり大逆転ね。ムート2体なんか HP フルでいたもんな。こう書いてブラスターか。いやスケキンとかもちょっと刺さりそうね。あ、これロイジェだな。まあ、やりすぎぐらいがちょうどよかったりしない。まあ別にコスト使わせてね。さあファイボロイだ。ファイボロイちょっとやだな。だいぶちょっとどころじゃなくだいぶやだな。レイジオ、おいブラスターナイス。ボイド、ボイドだったわ。ボイドレイジのフェニックス、なんかおもろいな。次シンカロイなんだよな、怖いのが。まあ、一旦耐えなきゃいけないですね。まあ、ボイドレイジでスケダラ飛ぶのもちょっとやだな。まあ、ファイブよりはマシか。正直。ファイブが一番きつい。
これだけで強い。どうなんだこれ。ほぼ溶けてんのやばいな。え、何これ。ではあるが、なんかいい感じじゃね。ロイはムートリショック。でトリトン来るのをなんか適当にカバーしたかったり。ソウルコールちょっとうざそう。レイジだから。これスケキンやばくね。スケキンじゃねえよ。スケドラ。フェニックス2周目もあんの。いやー全然いいな。流れ良すぎん。なんでこんな流れいいんだっていうぐらい。いやー悪っ。これアホカウンターじゃね。えっこれがさドイチャイ入らないのやばいな。ですら強いな。次がまずい。なんか事故れ事故れ事故れ。よくわからんけど事故んねえかな。祈っててるかそう。マジ絶対突破できないよ。いいんだなこれ。ガイモしたら勝てるぞこれ。おいソウルコール諦めた。ロッキーマジで強いぞこのデッキ。なんだこれ。はい、ゲットゲーム。上げるつもりのない好感度が対戦相手の好感度低すぎて上がっていくわ。ラッキー。さあ世界11位マジバカ強いっすわこのね。迫撃ムート、まあ少し前までプリンスだったんですけど、ムートの方が100倍強いっすわ個人的にですけどね。はい、ちょ皆さんもぜひこちらね使ってみてください。よければチャンネル登録もお願いします。おしたまだに、ね。